徳町お二人のソロライブにそれぞれゲストで参加されていますが、お互いを絶対に参加してほしいと強く希望して大人たちを通してお誘いしたのか、それとも焼肉のお店でタンを食べながらやるんだけど出ないみたいな普段の会話のくらいの勢いでお誘いしたのかが気になってますということで、後者ですね。あ、そうなんだ。後者ですね。私は前者なんやけど。あれ？私は後者です、ね、お互いに呼んだから、その私のところに呼んだ時は、はいはい、まあ、なんとなく話はしつつも、うん、あの結構呼びたいですみたいな感じでお願いしたんやけど、あのスイちゃんの時はスイちゃん家やったもんね。焼肉どころじゃなかった。スイちゃん家泊まりに行ってる時に、うん、そうソファーでこうパーってスマホ触ってて、うんうんうん、スイちゃんが出るって言うからさ、うん、出ようかなめっちゃ軽いそこから大人に言って、はいはいはい、まあ、そうそうそう、うん、いやスイちゃんのライブで急にトコちゃん出た時、って僕なったのめっちゃ感動。いやしかも歌うのよろしくなのみたいなめっちゃ感動したのに、はいはい、そんな感じだったんだね始まりは。そうですね、2人とも寝起きやったもんね。そう、寝起きでもうなんかぼんやりして頭で携帯いじりながら、今度さ、そういえばソロライブあるんやけどさ、出る？もう出るみたいなそんな感じなのそんな感じだったね。いや、オタクたちの盛り上がり方すごかったんだけどな我々は、うん、あの我々っていうか、まあ、私は、まあ、そんな感じで軽く、あ、じゃああの、トコさん出してくださ い, わみたいな言っとくわ。大人にも、あの、犬さん呼んでくださいみたいな。あ、そんな感じだったんだ、うんうん、そう、まあでも、あの大人は、あ、どうしようかな、なんだ、あれしなきゃ、これしなきゃ、あ、どれしなきゃ、あれしなきゃみたいな手続きいっぱいいっぱいみたいなね。外部の方ですからね、なんといっても、うんうんうん、そうなんですよ。なんでも、まあ、やれみたいなとりあえずそれは知らん、やれみたいななんとかしてくださいねっていうね。そう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 で、タコちゃんの時は私はそのままライブやるってなって、うんうんうん、で、こう、まあ誰それ呼びたくてみたいな、はい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 、でそのやっぱ別の事務所の人を呼ぶっていうのが、うんうんうん、その前例がやっぱね、あ、なかなか確かにあんまりないよねって感じやったから、うんうんうん、でもなんとか同じじゃん、じゃあ結局そこなんとかあとやっといてってそこはなんとかちょっと任したってあとはよろしくそこはもうみんなの腕にかかってるじゃないですかってなんとかねやってもらってね。そう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 、うん、いやでもちょっとそれはもうね、あのホロライブ23時代のスタッフさんに感謝ですね、これはもう、うん、お気に、まあ、これからもよろしくお願いいたします。軽いよ、結構大変だったと思うよ頼むわ軽いで今後も頼むわいや、マジでね、今後もやっていただきたいんですけど、これに関してはね、うん、はい、では、ね